どうもこんばんは、マージャンズの工藤です。普段はベースなんですけどね、エフェクターの紹介とかもやっていきたいと思ってます。今日紹介するのは、マーシャルの出しているリバーブですね。リフェクターですかね、RF1。 ツイッターでですね、安いエフェクターボットさんがいらっしゃるんですけれども、なんかリツイートしてたのを見てこれ気になったんで買いました。機能はこれ見てください。まあ、早速こんな感じですね。僕マイブラがすごい大好きなんですけど、僕ベースです、ベースなんですけどマイブラ大好きで、このね、6番のリバースリバーブ、リバースリバーブにほんと目がないんですね。でこれ7000円ぐらいで売ってたので、まあちょっと試してみようかなというところで買いました。はい、じゃあクリーントーンからとまず比較していきましょう。弾いてみた感想、結構ほんのりな感じなんですかね。今3時ぐらいまで回してると思うんですけど、かかりはまあいい意味でマイルドというか、どうなんでしょうね、これ以上上げて弾いてみたらどうなるのか。それと歪みですね、歪みのところちょっと気になるんで試してみたいと思います。結構単音気持ちいい感じで出ますね。これリバーブの多分つまみがディケイのコントロールになっていて、おそらくこれを全部切るとゲートみたいになるんじゃないでしょうかね。そんな感じですね、リバーブゲートですね。ゲートリバーブか、ゲートリバーブでリバースなので、例えばヤマハの SPX とか、まさにマイブラっぽいようなこと、ラブレスみたいなことをやりたい人には結構マッチしたエフェクターだと思います。じゃあ最後にちょっと歪みで弾いてみようと思います。ちなみに今回ボックスの、ベース用のですね、僕がいつも使ってるちっちゃいやつ使ってます。ケーブルはカナレの、GS6?まあ、土定番ですよね。家だとこれをよく使ってます。じゃあちょっと歪み調整します。今歪みセッティングしました。これベース用のね、うるせえか、ベース用のね、これアンプなんで、結構ローがしっかり出る感じですね。仮にまあこれジャズマスター今使ってるんですけど、これ普段はリアキンキンすごいするんですけど、今はハーフミックスにしています。でまあ、このアンプがベース用なんで、なんかうまいことマイルドになってるっていう感じですね。じゃあちょっと全開でフルテンでやってみましょうか。
ギターヘッド下手くそなんですけど、いろいろ弾いてみました。まあ、かかりはだいぶマイルドな感じで僕は気に入りました。まあ、家とかなんかデモ作るときとかなんかコンパクトでいいですよね。まあ、普段使ってる X50 っていうヤマハのやつとかなんかはもう平べったいしペダルついてないし、まあ、つけれるんですけどとかですね、まあ、結構重かったりするんでね、こういったコンパクトで、リバースリバーブが使えるのは非常に良いですね。はい、まあ僕ベースなんでライブで使うことはないでしょうということで、今回はここまでとします。ありがとうございました。バイバイ。